七不思議の裏七裏です。よろしくお願いいたしますというところね。今ね、はい、そう、今後起きたら嫌な話をしてましたね。そうなんですよ。いろいろちょっとね、やるかもしれないことがね、はい、もしかしたら訪れるかもしれない、ね、びっくりすることがあるんですよ。罰ゲームの時に嫌いなものを食べさせられるっていうのは、はい、本当にストレスだなっていうのは僕は身に染みて分かってるんで。納豆マン、納豆マンね、頑張りましたよね、納豆マン。なので、うん、今度あなたが負けた時は、うん、特大に嫌なものを食べさせてあげようかなと企んでおるわけで、だから僕の場合多いですからね、物がね、多いですよね、物が本当多いですから。野菜の中でも1週間水生活ってしんどい。飲み物、それっていうのは飲み物、飲み物、え、ジュースは飲めないの？飲めない。水、もう健康計画ありえないんですけど。1週間もう仕事、うーわの時も、起きる時も、え、ご飯の時も、うん、え、朝起きた時とかもダメなの？ダメよ、水よ、ずっと水なの？ずっと水よ。マジできついね。朝起きてコップ一杯の水を飲むことが健康なんですから。いや、もうだからすげえ噛むと思うよ、多分その週の都市伝説の鳥とかなんか2022年、それがもう噛む噛む、あ、すいません、2022年、あ、すいません、もう一回怒られる、あ、ごめんなさい、もう一回みたいな、もう一回お願いします。すいません、わかりました、お願いします。そうならないためにも、これはね、罰ゲームとかはね、いや、もうそれはもうセカペニ次第、セカペニがやればいいんですよ結局セカペニ次第。そう、セカペニ、辛いことをするのが七不思議って言ってました。誰が決めたんだよそれ。だってセカペニです。はい、僕の思う七不思議は楽しいことをやるのですよ。誰が見んだよ。見るだろうって言ってましたまあね、そんなやり取り実際リアルにあったね、やり取り、しょっちゅうやってるね。そうなんです、言い合いですか、ね、言い合いなんですけどね、戦いながらね、私たちは。でも届けたい、届けたいね、投稿会談、投稿会談、届けたい、届けたい、もうこの暮れなずむ街の中夕方になって暮れなずんできてますけれども、届けましょうよ今回も、徹夜のようにね。そうなんですよ、届けますか、光と影の中ね、届けちゃおうかな、届けましょうよ。スタートライン、なんで4期になったんだよ人としてと、あの声援を飛ばすななんで1994年から行ったんだよ。いきます、はい、ガンちゃんサチボーさんです。お、ありがとうございます。学生時代毎日体験してました。はい、学生時代私は、うん、南枕、うんうん、家の中とベランダ側に頭を向けて寝る、うんね、で就寝してたんですけども、うん、夏場暑いからベランダ側の窓を全開、うん、網戸で寝てた、はい、そんな時期、7月頭から9月末にかけて、うん、時間はいつも深夜未明の1時半から3時半ぐらいに、はい、毎晩ベランダ側から兵隊さんたちの行進する足音が聞こえます。うわー、ザッザッザッザみたいな。怖いと思うのは最初だけ、すぐに慣れてきて足音が聞こえる、うん、起きてもすぐ寝るの繰り返しになっていました。怖いね。しかし1回だけ兵隊さんたちの足音に混じり、ザッ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 、わらじのようなザッ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 、こうするみたいなね、砂利をするみたいな音がする。でそのままその音聞こえたと思ったらベランダから部屋に入ってくる、え、入ってくる男の幽霊。わあ、やだ。この男の幽霊は私に馬乗りになってきて、首を絞めてきて、おおおお、耳元で、うん、はっはえ、やめてくれ、自分の息を吹きかけてく、いや本気で怖い、うん、気持ち悪い、そうね、で苦しいし、うん、もう早くどっか行けよと強く願っていると、うん、兵隊さんの足音が近くに聞こえ、うん、その霊の気配が消えました、はい、すごく怖くて朝まで震えが止まらなかったです、うん、この件があってから、うん、南向きの枕ね、ちょっとやめて北枕にしました、うん、すると兵隊さんの足音、男の幽霊もうね、その一切なくなりました。へー。ただ、うん、その後他の現象が起こり始めます。あら、階段を上る足音や廊下を歩く足音、うん、私の名前を呼ぶ声、あ、怖い、それ一番怖いね。で母に私を呼んだか確認したけども呼んでないっていうですね。さらに昼寝している私を誰かがこう覗き込んできたり、うん、足音が聞こえてそれが私の部屋の前で止まり、うん、私が寝ていることを確認するとまた廊下を歩いていくみたい な、そんな、そういった謎の足音もするようになりました、うん、しかし私が寝ているのをこう覗き込んでくる、うん、確認する幽霊、廊下を歩く階段を上る足音、うん、私の名前を呼ぶ声はどこかで聞いたことがあり、それに安心感がありました。ほう。そしてその後実際に仏間の前でその幽霊とすれ違ったりもしました、うん、身長は私と同じく
146センチぐらい、はい、着物を着た、こう綺麗に髪を結った女性なんです。うん、そう、それは曽祖母に似ていました。あ、ひいおばあちゃん。曽祖母は私が 7,8 歳の時に他界しましたが、こう曽祖母にね、うん、私は子守をしてもらっていたので。あ、そうなんだ。曽祖母が大好きだったんです。うん、今でもきっと見守ってくれてるのだろうと思います。なるほどね。うん、なんか最初はちょっとかなり怖かったけど、なんかちょっといい話っていうか ね曽祖母がね見守ってくれてるんだ。ちんぽじ直してますね今ね。はっきりとチンポジ直しました。ズボンの中に手を入れてチンポジ直しましたね今ね。曽祖母がいい話でしたねって言いながら、あなたはチンポジを直してましたね。ちょっと待ってくれよ生で。じゃあ直せない、これからはもう直さない。いい話の時は他で直す、他の怖い話の時は直していいでしょ。だからそれ癖になってますよね、チンポジ直すのっていうか、なんか俺多分ね他の人よりもね暴れやすいんだろうねきっとね、ポジションが。パンツは、ビネガーパンツです。ビネガーって何？包茎を直すやつ。いやビガーパンツか、バカで。いや俺知らん、初耳よ。いや違う違う、普通に、いや普通のトランクスじゃない、あれですよ、ボクサー、ボクサータイプで、ボクサーブリーフでもなくボクサーパンツ、ボクサーパンツ、うん、全然ポジションずれないでしょボクサーパンツ。あれだわ、毛が長いからこんなまとわりついてくるんですよね、なんかね。ごめんなさい、すごいいい話の後にこんな話でしたね。でもこれ思ったんだけど、はい、先祖がさ、はい、名前呼んでくるじゃん、うん、信彦って呼ぶのかな、ああそれか芸名で呼ぶのかな、ノブ、ノブでのうに点々の、のうに点々のう、なんか助けなあかん時ワンテンポ遅れるそういう言い方をしてるかためにね。信彦でしょ多分。あ、信彦なんだよ、ね、信彦っつって。俺はやっぱりカズトになるよね、じゃあね。モーモーではないよね。ああまあそうでしょう、ね、そうだよね、みんなカズトでしょ。モーモーって知られてたら、俺がモーモーであること先祖知ってんのかな。もう知ってるでしょ。知ってんのかな。見てたら知ってるでしょ。ああモーモーに変わったなみたいなこと見てんのか、うん、見てるでしょ。まあでもそういう時は本名の、本名じゃないとちょっと変だもんね。まあモーモーでも、モーモーって呼ばれないとえって向けないんじゃないですか。確かに、まあ癖で ね確かにね、モーモーが浸透してきてるからね自分の中でもね。あ、やっとモーモー。いや僕はモーモーです。もう僕はモーモー。僕はモーモー。だって母親でさえついもうモーモーであることをしっかりと。あ、認識しました。アマゾンでね、はい、例えば欲しいものみたいで送ってもらうと、はいはいはい、あれなんですよ、はい、モーモーで届くんですよ。あ、なるほどね、吉田モーモー、ね。そう、今まではな何この竹なんとかって言ってたのが、はい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 、この前もちゃんとそう段ボールをお母さんが持ってきてくれて、はい、これモーモーに届いてるって言ってた。あ、モーモー、ね、すっかりモーモーでございますから。いいじゃないですか。よろしくお願いします。ポジチンポジ直しましたね今ね。もうそれもうチンポジ直しじゃないですよ、もうそれもうそれもうオナニーです。もうオナニー違うよそれ、もはやもはや、分かりました。じゃあ行きましょう。はいはい、アスカさんの体験このお話。いやーいやいやそうでしょ、すいません。ASUKA ですね、アスカ。プロレスラーの方ですね。いやそっちかい。そっちなんだ。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、このお話は、チャギアンダースカから。ふざけんなよ。え？なんでそ、ほんとそっちのアスカじゃねえだろお前。チャギアンダースカのチャゲから聞いた話。いやいや仲いいな。チャゲが送ってこいよ。なんでアスカがチャゲの話聞いて送ってきました。いやチャゲが送れよ。なんで一回アスカを経由してアスカが送るんだよ。違います。違うだろう。ダメですよ。そうですよ、はい、アスカさんでね、ちゃんと送ってください。お母さんからね、そう、はいはい、数ヶ月の間に聞いた話なんです、はいはい、私は仕事が終わると自分の住む一人暮らしのアパートに直接帰らず実家に寄る、うん、癖があるんです。ああなるほど。でその日もいつものように実家に寄って、うん、でただいまっつってね、うん、で家に入ったらお母さんが少し怪我な顔して、ほう、今日不思議なことあったんだよっていう、うん、えどうしたのって聞いたら、うん、母はその昼前に買い物を済まして帰宅した、はい、すると我が家の郵便ポストにね、うん、郵便物が投函されていた、うん、郵便物リビングに持っていて届いた郵便物を一つ一つ確認していた、うん、そしたらその郵便物の中に喪中のハガキが1枚、誰が亡くなったのかなと見てみると個人の名前、うん、でそれ見てみると父方の親戚だった。うん、でその方はこう嫁に来たお母さんと年齢が近いこともあって、うん、すごい親切だったんですね。うん、で突然の不幸に思わず声が出てしまうぐらい、なるほどね。で個人の方の名前を見て思い出が一瞬で頭の中にフラッシュバックする。うん、物思いにふけていると突然リビングの掛け時計が鳴り出した。
リビングにある掛け時計や時計の針が1時、2時、3時それぞれの時間を指すごとにメロディーが鳴るタイプなんですよ。ああ、そういうのあるわ。ね、で1時、2時、3時でもうね、うん、やーやーやーってなるんですよね。いや、そんな扱いじゃないでしょ。うるさいよ、そんなずっとなってたら1時間おきに。そんな2時は君へのラブソング。いい時計だなそれ。これこのファンクラブ限定で販売してるやつだろ、その時計だったら絶対。で、消え何時だなじゃねって思うじゃん。いや、もういいよ。ほんま違いますから。よくない。いや、5時まで来たよ、もういいんだよ、もうそれは。ということでね、はいはい、以上です。以上じゃねえよ。だから鳴ったんでしょ。鳴るんですよ、個人の人のね、メロディーがね。で、数年前から故障してたのか、うん、メロディーが鳴らなくなっていたのに、ね、なるほど。メロディーの選曲も時間帯によって異なっていて、はい、午前中の時間帯のメロディーを忘れたんですけども、夕方の5時を指すと夕焼け小焼けが流れるんです。はい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 。で、唐突に鳴り出した時計が指す時間見てみると、うん、11時10分ですよ。仮に時計の故障が直ってたとしてもメロディー鳴る時間じゃないんです。なるほど、10分過ぎてるもんね。で、時計はね、カーラスなぜ泣くの、はい、ね、あ、あるね、7つの子、7つの子か、うん、でメロディー奏でてる。母はこのおはがきを手に取ったまま時計を見つめて固まった、うん、故障した時計が突然鳴り出すのもおかしい、うん、そして選曲もおかしい。確かに個人の死因は病死でしたが、うん、母と個人は長らく連絡を取っていなくて、うん、で個人が病気を忘れていたことは母は知らなかったと。ああ、そうなんですね。でまだ50代と若くして亡くなった個人は、お母さんのことね、うん、S ちゃん、うん、私死んだのよと自分の死を知らせたのかもしれません。あ、なるほど、ね、かけ時計はその時からまた鳴らなくなりました、その出来事以降一回も鳴ってないんです。なんでしょうね。ちなみに私の母は心霊否定派ですが、うん、不思議な体験を結構していまして、もしかしたら実は霊感があるのじゃないかと思っておりますということですね。自分では気づいてないけど、ね、うん、でもそういう時計が鳴り始めるみたいなのね、聞いたことありますし、うちもね、じいちゃんが残していった掛け時計っていうのを未だに使ってるんですけどね、うん、それは、まあ、そのなんかぐるって回るじゃん、うん、掛け時計だからこういう回っていくタイプで1時間ごとにね鳥が鳴くんですよ、はい、なんか括弧の鳴き声、はいはい、次はなんかなんだツバメだったりとか、はい、でこれが急に鳴ったらね、うん、びっくりする話なんですけど、はい、まあ、やっぱ鳴らないし、鳴らないんですよ。そうなんですよ。あのさ、うん、その掛け時計ってピューピューピューみたいな鳥が鳴くパターンとか、ああ、まあ、メロディー先のね、はいはいはい、パターンと あ, る、ね、あと、もうベタにゴーンゴーンゴーンってなるパターン。なんかそれ学校のイメージだね、ゴーンってね、でかい、うん、俺はもうその田舎のイメージなんですよ。あ、ひいじいさんとか の、うん、この家とかで置いてあるような、うんうんうん、言ってみたらもうなんか金田一少年の事件簿の中で鳴る音じゃないですか。俺もな、今のあれだとなんか振り子のさ、振り子のっていうかなんかこの大きめのね、大きめの時計あるよね、あれね。知ってます、ガンジーの矢の時計あんの。え、嘘、え、あの家にみんなに止めて、みんな来るときは、うん、あれ止めてるんですよ、鳴らないように。マジで鳴り忘れてるときにガンジーの家で一回その、うん、掛け時計になったんですよ。めっちゃ怖いじゃん。めちゃくちゃ怖かったですよ。え、あの家にあんの？だそんなめっちゃできるじゃないですよ。ああ、これぐらいのこういうやつのやつがあるんだ。やつで掛けてあるんですよ。びっくりして、普通みんなで喋ってる時にいきなりゴー、怖い怖い怖い、ゴー、なんやこれ。近代史、本当近代史少年の事件簿で殺人とかが起きる前とかになるやつだ、これは。なんかだから怖かったですよ。すごガン横ハウス、あの人やっぱちょっと変わってんだね、感覚も。変わってるんですよ。じゃ続きまして、はい、キースタグラムさん、キースタグラムされてます。以前に、うん、その学校にしかない七不思議募集されていたと思います。そうですね、やってました。そういう話なんですけども、今から40年前、私の通っていた高校は現在共学になってるんですけども、はい、当時は都内で中高短大のあるバリバリの女子校、うん、私は合計8年間その敷地内で過ごしました。なるほど。学校の七不思議として、体育館のピアノが誰もいないのになるとかね、あるね、よく聞くのもあったんですが、その中の一つ真実味があって怖かった話があるんです、うん、それはエスコさんという以前在学されていた方の幽霊、うん、それが出てくるという話なんですけど、
中高で合唱コンクールという行事が合同であって、うん、クラス対抗で行われるので、その時期になると各クラス放課後自主練をすると。ああ、ありますね。クラスごとの自主練なんで、やらない、やるやらない、うん、しかもそれぞれ他のクラスの迷惑にならないように教室のドア閉めて練習するんですけども、うん、歌声とかこうやっぱ廊下に漏れてくる。漏れるね。でピアノ伴奏の生徒が1人、そして指揮者が1人、うん、指揮者は教壇で指揮を取り、他の生徒は指揮者に向かい合わせて歌います。そうですね。練習しているクラスを通り過ぎるときに何気なく覗いてしまう閉ざされたドアのガラス越し、うん、指揮者の斜め後ろ、同じようにうつむき加減で指揮をする生徒の幽霊が目撃される。指揮者の後ろにもう一人いるみたいなことは、でその話とは別に高1の時に担任にこんな話されました、うん、自分の教え子にエスコという大変この学校を愛していた生徒がいたんだと、うん、エスコは 在学中に、大きな病気で亡くなって、うん、本人とご両親の希望により学校の敷地内にお墓を建てたというのです、そんなことないでしょうと、ね、あるわけないじゃんと半信半疑の私たちに先生は、うん、君たちが卒業したらどこにあるか教えてあげるよ言っていましたが、どこにあるかわからないんです。あ、そうなんだ。先生の話と指揮をする生徒の幽霊が合致。先輩たちはあの霊は絶対エスコさんだよと言っていました。面白い、いいですね、ね、学校のなんかそういうやつ。その学校にしかない七不思議ですよ、ね、そうね、一時期ね皆さんにお願いしますって言ってましたけど、あんまね投稿が来なかったね。頓挫した企画そうでしたね。まあでも実際こうやって送ってくださったりとかね、ありがとうございます。自分の学校であったかなってなると、別に普通のしかなかったんだよな。勝ったのはそんななかったな。いや、どこもほぼね、うん、一緒だもんね。ね、理科室でしょ。変な教室であってほしいよね。トイレ、理科室、音楽室か、音楽室、ね、定番はそうね、うん、その辺ですよね。階段が一段、あ、ま、体育館か、うん、体育館って何、大体バスケットボール、うん、なんでバスケットボールなんだろうね、体育館ってね。いい感じの音が鳴るからじゃないですか。ドスンドスンじゃないですか。バレーボールは違うか。ドリブルスリーイメージあるから、タンタンタン、亡くなった生徒がタンタンタンって、わあ、誰もいない体育館からバスケットボールの音がってなるもんね。なる。だってね、誰もいない体育館からあのバレーボールで思いっきりスパイク打つ音聞こえたらちょっと笑ってまいね、なんかバーンバーン、え、何バレーで、そう、ちょっとね、あの誰もいない体育館から聞こえるあのバドミントンの羽の音とか嫌じゃないですか。こうだけどシュえ、分かりづれえなこれ怖いけど分かりづれえよ多分これ。嫌じゃない。嫌だ、やっぱりバスケでしょ。やっぱバスケ、僕手になってやっぱバスケになっちゃうんだね。なっちゃうんです。そうだよね、うん、いいですね、続きまして、はい、続きましょう、ローリーさんです。ローリーさん、娘から聞きました、はい、熊本の阿蘇牧場へ馬へ乗りに行った時にね、楽しそう、ね、あの毎年夏行くんですって、はい、そんなある年の夜中、うん、翌日馬に乗りに行くために夜中の1時過ぎに車でいつもの慣れた道を走って、うん、真っ暗な山道、いつもと違う、道に感じたんですって、あれ間違えたかなと思いながら山道を登ると、うん、突き当たりにお墓が、あら、その時急に体が重くなったそう、うん、急いで山道を下ってやっとの前で国道のところまで降りましたが、うん、夜中に加え辺りは民家や街灯もなくて真っ暗、うん、左右を確認して出ようとしたその瞬間、右側1メーターくらいに大型トラックが、おお、怖い怖い、急ブレーキ踏んでなんとか事なき得たんですけども、うん、国道へ出るときにちゃんと確認しているはずなのに、うん、まして真っ暗なのでそのトラックのライトに気がつかないはずはないんです。そりゃそうだね、もう方法の手で目的地に着く頃はもう明るくなっていた、うん、それから馬に乗って余暇を楽しみ熊本を後にしたのは夕方頃、うん、帰り道はいつも大分周りで帰るんですけども、うん、その日は福岡久留米周りで帰ったそうです、うん、道路が渋滞してなかなか進まず車が止まった時に体がゾワッとして、うん、何気なく左手を見るとライトアップされた久留米の、これは地母、地母大観音、大観音、うん、様があって、それを見た瞬間に体がふわっと軽くなったそうです。娘はすぐに観音様が助けてくれたんだと感じたそうです。なるほど、ね、慣れた道に迷いお墓に着き、トラックのライトも気づかず大事故寸前、うん、何かに誘われていたのかも、観音様に導かれ事なきを得たと思ったそうです、うん、今思えばあのトラックは現実なのか幻なのか事実はわからないです。なるほど、ね、しばらくして私も一緒に久留米の地母大観音様にお礼参りに行きましたと。なんか九死に一生じゃないけどね、なんかすごいピンチのところを助かったりとか、いつも通り慣れてた道がわけわかんない道になっちゃったりとかね、うん、そういうところっていうのは多分自分が通り慣れてる、何度も行ってるところが変わるのって人間一番怖いんだろうね、うん、あと動揺したり、うん、パッてなった時って
第2第3のトラブル来ますからね、うん、なるほどね、うん、でいつでも平常心でいるっていうのは難しいけど、やっぱでも動揺はしちゃうもんね。そうだから一発目になんかあーって思った時に、うん、慌てて行動すると良くないよねやっぱりね。そうね、うん、いい結果は大体招かないよね、うん、慌ててるから変な行動しちゃうんだけど、ここっていうのが人間っていうのがね、むずいですけどね、うん、まあでも、まあ、これの場合はうまく助かってというか、そうですね、よかったですね、うん、よかったと思いますね、大事にならずによかったなというお話でございます。はい、というわけで皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございました。七不思議の裏不思議よろしくお願いします。始まりました。なんでふうって言うたんですか。いやなんか昨日もいっぱい撮ったなと思って、あ、もうリターンズです。昨日がもう一回戻ってきたと。だからデジャビューです。もうそうだね、まあ、昨日と同じようなことを、はい、いるんじゃないかと思うけれども、結局のところでもね、本当にね、はい、最近夜ぐらいにならないと寒くならないでしょ。昼間はね、昼間がこの暑いっていうのがずっと続いてるじゃないですか、うん、この何着ようか問題、なかなかちょっとね、うん、ちょっとでも厚手のパーカーでも羽織ろうもんなら、ああ、もうそれはもうやばい、もう無理でしょ、無理、ものすごい汗かくから、うん、だってそれノブが今着てるね、着てきたやつ、ね、このなんかこのマントみたいなやつ、赤マント、赤マント、青マントみたいな、いやいやいや村マント、どっちかというと紫マント、紫マント、紫のモヘアですよ、モヘア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 って、モヘアです、何モヘ、モヘアって、ケノケノね、それ絶対暑いでしょ、モヘア、モヘア、モヘアは昼間は暑いですよ。でこれ夜はちょうどいいです。かでも車だから別にあれなんだよね。関係ないんですよね。電車っていうのがもう遠く離れたでしょ。何ですかね。すごい成功者じゃないですか。俺はもうこれから、うん、もうずっとパスモに、はい、入れないですかあれ。あ、もう使わないんだと。入れない。入れない。入れない。もう使う必要がないから。もういい。でもなんか、でもなんかの現場で行く時になったら切符で行ってね、じゃあこれからもうチャージさせないから切符でだからこれ いくらって言っていた。あ、ちょっと、あ、すいません。いや、ムカつくんだよな、切符買うやつ。いや、しょうがねえだろ。なんか事情があるんだろ。俺未だに覚えてますよ、あんたがスイカパスモに、それさえもあやんなかったことね。あ、それは覚えてるよ。あのネットラジオやってた時ですよ。ああ、そうね。買えるのに、あなただけ、はいはい。あの、切符買ってくるから。いや、ちょっと早めに走ったじゃねえかよ、みんなが乗る前に、ちょっと早め走ったろ、俺。買えよな、つって、言ってました。でもね、すごい知ったら、ものすごい便利。便利ですよ。だから。最近は、だからもう、チャージがね、はい、結構もう、多くないと不安になっちゃう。いくら入れてんすか。まあ、多めに入れるようにしましょう。してましょう。いや、お願いします。いや、だからこの1万円を切ると不安になってしまう。おいやいやいや、これは本当に、いや王様じゃないですか。どっかの国の王様が歩き出した。今怖いですよ。違うね、結構ノブさんと違って僕は車っていう足がないから、もう深夜タクシーで帰ったりする時もあるわけですよ、ってなるとね、一発まあまあかかるんですわ。あ、タクシーそれ払う。そう、ああ、なるほど。そうだから、そのためよ、ほとんど入れとく、うん、ねえ、いろいろ思いますけれども。でも無理でしたよね、2年前は。ああ無理無理無理、もう1万円なんて。ああもう無理無理、盆と正月ぐらいしかそんな金は入れられない。盆と正月も使わないでしょ。正月はお年玉もらう可能性があるから、ね、もらえるのかよ。いやいや、もらえる可能性があるってことよ。その俺はね、分かんないけど、いや先輩とかやったら分かりますよ。はいはいはい、はい、売れてる先輩とかにもらうシステム分かるけど、まあもうくれる人もいなくなったけどね。ということで、ね、名札でね、ガンジーと川口にお年玉あげてくださいね、ちゃんと。そういや、もうこれはあげないと。1万ずつね。え、あげる？あげないです。あげねえのかよ。あげろよ、一番なんかやってて一番あれ近しいじゃない。俺はあげないです、ね、じゃあ2人でって言ってあげようよ。ダメです。なんで？意味がわかんない。じゃあ俺もあげないよ、それだったら。それおかしいでしょ。いやいや、七不思議ででいいよ。それはあれですよ、え、セカペニ理論ですよ。
あ、どういうこと？え、だから俺いや、じゃあいいっすよ。俺がやるからやってください。いやいや、できないやつもいるんだよ、それは。いや、できないやつもいるんだよ、じゃないだろ、これは。それは違うだろ、これは。じゃあ、はいはい。もういいです。怖い話します。あ、そう、それ。だって、投稿会談の回ですか？もう4分35秒。ね、フリートークですから。聞きましたか？我々のチャンネル担当してるディレクターのね、大久保さんは、あ、大久保さん、あの、これ関わっていただく前に、はい、やなちゃん見てて、オープニングの雑談を飛ばして階段だけ聞いていたというディレクターさんがね、素晴らしいディレクターさんが今入っていると。ね、本当嫌いなことを5分間もやり続けてしまって、すみません、大久保さん、今後もよろしくお願いします。飛ばしてね、聞いてくださいね。じゃあ行きますね。はいはい。あ、じゃあ黒田さんですね。黒田学さん、ありがとうございます。いや、官兵衛ですね。お、すごいところから来たな。猿。よ、あなたが猿やないか。どっちかって言ったら猿って言わないんですよ。あ、そうか、猿っていうのは織田信長だからね。そうです、官兵衛は言わないんです。秀吉のことなんて呼んでたんだろうね。秀吉殿じゃないですか。あ、秀吉殿って言わない。でもこの流れは猿って呼んだりしたでしょ、秀吉がいないところでは。でも官兵衛ってどっちなんですかね。もうその辺とかももう封じ込んでた気がするんですよね。もうしもうすっぱりと、うん、すいません。はい、はい、よろしくお願いします。黒田学さんです。はいはい。私の父とおばは幼い頃、うん、今から60年ほど前、北海道北西部のルモイという地域に住んでいました。聞いたことないな、あんまり。その地域は、あ、昨年の世界大戦での日本戦を追悼する意味で、うん、お盆の日付から8月の22日まで、はい、遊泳禁止なんですって。あ、泳いじゃいけないと、うん、で毎年無視して海に入ったらね、あら、まあ、行方不明になったりとかさ。なるほど ね、 ね、落石の事故にあったりとかさ、なんかあるんですって。そうなんだ。でも波にさらわれたりとか、はいはいはい、父親のね、同級生も亡くなった方がいたりとか。ね、でそんな父が東京の大学に受かって家族での祝い、はい、目の前に大きな魚が出てきたそうです、うん、その時に父は祖父母に、すごい大きい魚、こんな大きい魚最近見ないよと言うと、祖父母は黙り、うん、なぜか変な雰囲気になりました。ほう。その時にお盆に海で亡くなった人がたくさんいたことを思い出し、橋が進まなかったとか、その魚がね。そんな自分も知床の船舶沈没のニュースを見て何とも言えない気持ちになりましたと。なるほど。ですけども、まあまあね、まあ、そうね、結構なんかシャコとかってすごいって言うからね。ね、すごい食べるんでしょ。だからカニもそうです。あ、カニもそうなんだ。甲殻類はそうです。タコとかもそうだもんね。うん、ガン食いですよ。そうだよね。はい。わあ、だ大好きなカニは食いまくってます。で、ぼご遺体を、僕がもし、はい、僕のことも食べたいと思ってんのかな、カニは。思わないです。思えよ。いや、思えよもおかしいけど、なんで食いたくないんだ。あ、無理無理無理。いや、無理じゃないじゃん。ハサミ怖いね。いや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 。いや、ハサミはしょうがない。ピース見たくなってんだ、しょうがないよ、それは。もう無理無理無理。いや、食われたいとも思わない。目ここで振りながら、無理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 。いや、かわいそうだろ、カニのそういう身体的特徴をいじるなよ。まあ、目はちょっと離れてるからね、それはね。続きまして、はいはい、テチテチさんです。テチテチさん、私は小学校の教員時代に体験した、はい、あ、先生なんですね。先生、すごい。あ、昔先生だったとか。あ、なるほどね、うん、最初に、ケーク、これはちょっとね、伏せさせていただきましょうか。いいんですかね、言ってもね。いいんですよ、いいんですか。の小学校に勤務していた時、はい、新人教員だった私は学校に残ってね、居残りですわね、うん、夜の10時過ぎまで仕事、うん、もう毎日そうなんですって。めっちゃ大変だね。でね、集中して仕事するために、もうこの職員数はね、他の先生いたりするから、はい、もう自分の教室でね、あ、うん、一人で仕事してたんです。ショートを取る時のノブさんみたいですね。集中するためにね。そうですね、人ね、じっくりバッて頑張りますからね。はい、で、自分のね、その、うん、持っている教室に面した廊下、右に行ったら2つ教室があって、うん、その先行き止まりなんです、うん、で、机に向かって仕事してたら、うん、左からね、こう右にこう人影が横切るのを何度か体験してるんですって。うーん。で、1回2回どころか複数人いるんじゃないかぐらいの量なんです。あ、なるほど。気になって扉を開けて廊下を見ても、暗い廊下と電気の消えた2つの教室、うん、その時は怖いというより仕事が、ね、まあまあまあね、仕事を進めなきゃってところ。そうそう、だから、まあ、特に気にも留めてなかったんです、うん、しょうがないね。でもある時にね、職員たちの飲み会があって、はいはい、で学校警備する主事さんが、うん、私に話しかけてきました、うん、
今は機械警備で人間が学校に泊まることないですけども、うん、当時はまだ主事さんが学校に泊まっていました。なるほど、その人はいつも遅くまで教室で仕事して頑張ってるよ、うん、頑張ってるよねか、うんうん、いつも遅くまで教室で仕事して頑張ってるよね。ああ、そのテチテチさんがね、うん、そう、主事室からも明かりが見えるから分かるよ、うんうん、でもあっち側の塔はお化けが出るからあんまり夜遅くない方がいいよ。あら、僕も行くの嫌なんだよ。何回か見てるっぽいよね。嫌ですね。嫌ですね。私はただの冗談かと、怖がらせようとしてるだけかと思ったんですけども、はいはい、毎日のように見ている人影が、うん、その主事さんではないことにちょっと怖くなったと。なるほど。でそれから十数年経って、とある研修でいろいろな学校の先生たちと会う機会がありました、うん、隣に座った方が自己紹介すると、私が以前いたその学校に勤務されているとのこと、うん、ほうほう、懐かしく思った私が、こそっとね、うん、私も昔いたんですよって話しかけたら、その方がね、うん、お化け出ますよね有名なんかい、ちょっと苦笑いしながら言ってきたんです。なるほど。真面目な研修なのに、初対面でね、なんか言われたことがちょっとみたいになって、あるね。でやっぱり私が毎日見てたあの人影はそうだったのかと。ちなみにその学校というのは東京大空襲で多くの方が亡くなったエリア、毎年その頃になると校庭に献花台が設置されて近隣住民の方々が慰霊に来られますと、うん、そうなんだ、以上ですね。でも他の学校のね、そういう先生でほとんどというかその時初対面の人だけど、そういう学校の名前聞いてあそこ出るっていうのは多分その教員たちの間ではかなり有名になってる、ね、あれですよ、他の学校じゃなくてその先生がいるんですよ、今そこの学校に勤務してるんですよ。そうそう、赴任してて、でその名前っていうのでもうそんなような話がすぐ出るってことでしょ。そう、私もいたんですよってテチテチさんが言ったら、うんうん、今働いてて噂がありますっていう感じで出ますよね、うん、多分他の学校のさ、その学校の隣とかの人とかのもしかしたら広まってる可能性あるよね。可能性ありますよね。あそこはやばい、ね、でもそんな俺ばっかりやと思いますよ。学校とか病院とか、病院は多いだろうね。もうその私のとこ出るとか、こっちに漏れてないだけでな、話が入ってこないだけでね。だってもうやっぱ教師もね、うん、教師の方も、まあ、看護師さんたちもそうですけど、うん、めちゃくちゃ忙しいから幽霊どころじゃないんでしょ多分。だって夜10時まで毎日だって言ってたでしょ、で朝も早いわけでしょ。そうです、これは大変だよね本当に。何時に起きてるんですかあなたはいつも。いやまあ今日とかもう3時とかに起きさせていただきましたよ。まあ夜ですよ。夜中の3時。夜に起きて1回起きて、それでしこってそれでまた寝て、で何時に起きるんですか。で昼の3時。いや昼の3時は1回挟まんでよじゃあ夜中の3時よいやでもあのね、夜僕結構遅いんですよ寝るのが。何時ですか。だいたい最近は2時とかだったかな。11時で赤ちゃんや睡眠時間あんた。そうね。いやでもね、でも最近はいろいろあったでしょ、午前中の仕事じゃないけど、まあまあまあ、午後帯ぐらいとかからだと、まあまあ、10時ぐらいに起きてたかな。うん、うん、そうだから6時間7時間で、6時間7時間もちゃんと寝てないですよ。なんか眠りが浅いんですよすごく。ああ、なんか浅瀬ですぐファッと起きるような感じで、うん、そう、だから深い眠りがねないんですよ。ない。うん。で深く眠れるみたいなサプリを買ったんですよ。あれじゃない？え？もう布団変えたら。ああ、ベッドなんだよね俺。だからベッド。どうやって捨てんのあれ？粗大ゴミです。めっちゃでかいよ。粗大ゴミです。粗大ゴミなの。うん。だよね。あ、めっちゃでかいってあれ、降りた、あのそのまま分解しないといけないってことですか。だね、はい、問題が、うん、シングルダブルとかベッドのサイズってあるでしょ。ありますね。俺が買ったそのベッドって、はい、なんかの通販のやつに載ってた、はい、もうその会社だけが作った中途半端なサイズのやつなんですよ、はい、なんかシングルややちっちゃめみたいなやつなの。だから既製品で当てはまんないのね、あのマットレスとかを買うと。うわ、めっと今考えるとなんでそんなの買ったんだろうと思うんだけど、なんでシングルちょっとちっちゃめ買ったんですか。シングルでも俺ちっちゃいっすよ。あのね、部屋の大きさの関係と俺の身長がまずあんまり大きくないっていうことで。 あの部屋って何畳あるんですか。6ではないのかな。まあクローゼットの部分とか入れると多分8。いやクローゼット入れずにね。あ、入れずだと6
とかじゃない6畳、うん、だと思う。6畳でベッド出しっぱなしは狭いですね。そうなんですよ。だからでもそれだったらもうベッドごと変えちゃわなきゃいけないなっていう感じになってんだよ ね。だからあれですよ、もう言ったじゃないですか、ニトリとかに。もうでか分解がさ、ええ、あれ作ってもらったの俺。だもう頼めばいいじゃん。だ頼んでもうこれも持ってってくれっつって。もう頼むよっつって。でもそうしたらね、俺も布団でいいと思っちゃうの。なんか布団敷いてね、楽だし上げ下げとか。絶対寝具っすよ。ああ寝具はね。だって何年前に買いました。布団はそれについてある。もう引っ越してからだから。5年以上。7年目とかなのかな。もう変えましょう、うん、もう変えないと。そう枕もそうだね、それと同じレベルだから絶対変えた方がいいわね。じゃあはい、続きましてお悩み相談が入ったところで、続いて和美さんです。ありがとうございます、はい、私は病院で9年ほど、人間ドックを行う部署で働いてました、すごい、そんなある日カルテを作るために予約があった人の名前、まあね、情報をこう入力する仕事してた時、はいはいはい、誤って入力してしまったんですって。うん、ああ入力すると大変なミスにつながるんで、細心の注意を払って入力してた。カタカタやってると。で気づいたことがあります。3月11日生まれの人がかなり多いんです。ほう。東日本の震災があったから無意識かなと思ったんですけども、うん、自分の誕生日や家族の誕生日などと比べてもやけに多い。最近地球はバランスを取るという話を聞きました。ほう。生まれた人が多かった分亡くなる人も多かったと考える。そう考えると怖いですよ。怖いね。そしてもう一つ聞いてください。はい。私が大学生の頃、これなんすか、アンサーブック、アンサーブックアンサーブックでいいんじゃない、いいんすかね。お願い事や聞きたいことを念じてから好きなページを開くと、うん、答えが書かれているという占いの本が流行ったんです。ほうほうほう。私は当時、A さんから B さんへ、これね、うん、A 子さんから B 子さんへの、はいはい、恋愛相談を受け取ったと、はいはい、で私は両者とも、まあ、知っててね、うん、でこの B 子さんが A 子さんにね、うん、恋愛感情がないことも知ってるんです。友達やからね。なるほどね。でも本人はそれは言えないと。あ、だからこう両方からね相談聞いてたと、うん、でそんな日々が少し面倒くさくなってきた日、はいはい、あの占いの本で出た結果次第で、うん、もし悪い結果だったら諦める、うんうん、いい結果だったら告白する。栄養さんがこれでどちらかはっきりさせようと。なるほど。栄養さんへ持ちかけて、いいじゃない、占わせたんです。はい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 。結果開いたページにわっと書かれてあったのが、全ては黒髪の女性が知っています。一行だけ書かれたんです。意味深な。いや私やないかいって、ね、あそうなの、たまたま当時ずっと髪の毛茶色やったのに黒髪に染め直したばっかりなんです。ちょっとすごいね。怖かったので栄養さんへ真実は語りませんでした。すごね、面白いな。面白いお話ですね。じゃあ最後いきます、はいはいはい。これ匿名希望さんなんですけども、はい、もともと、まあ、若干霊感があるかなみたいな感じだったんですね、うん、で、これ後輩とともにですね、とある湖に旅行に行った際、はい、ジェイソンが出てきそうですね。クリスタルレイン。あれは怖いですよ。ね、出てきますよ。久しぶりに、はい、こう親から車借りてね、運転して、うん、で古びたドライブイン過ぎた際に、うん、急に感情が揺すぶられたように涙が止まらないんです、なので助手席の後輩と運転変わってもらって、うん、で後ろに乗っていた霊感がある友人がね、うん、急に女の人が出てきてそれを引いたんじゃないみたいなこと言うんですって。そうなのか、引いたよって言うんです。引いたよ。そうなの。その後、うん、その女の人は窓ガラスからずっと睨んでいたよ、ずっと睨んでた、そのね視線を浴びてたから、あんた多分泣いちゃったんだよ。ああ、その涙の意味ってこと？そうそうそう。で、その後は無事にホテルに着いて観光楽しんで、夜中にちょっとね、お腹が減ってきたから、コンビニに行ったついでに、湖畔を散策しようと。はいはい、湖の周りね。で、足湯のところにある、うん、祠の前を通った際に、はい、霊感のある友人がね、あ、ここやばいねって言うんですって。うん、だから戻ったんですね、はいはいはい、でその際なんですけども、うん、確かに自分の左足にも冷たい感覚があって、うん、それはホテルに戻ってからもう取れないと。あ、やだね。だからその霊感のある友人にエレベーターの中で払ってもらったんですって、うん、ほうほうほう。
そしたら冷たい感覚もなくなって安心して部屋に戻るんですけど、室温が室温が下がるなどの冷傷はいっぱい起きてるんですね、細かいのは。なるほど。だからホテル内にもそれがついてきてしまって、ホテル内を歩き回ってるんじゃないみたいな、そのね、トムさん言うと。なるほど。あ、冷たい感じのやつだね。そうそうそう。だからもう朝まで寝れずに過ごしましたと。でも日の出とともにね、その症状はなくなったんですって。へえ。ですよね。どうですかね。これは、まあ、よっぽど何かが昔のね、まあ、その場所っていうのもちょっと明らかではないですけど、まあでもこの霊感ある友達頼ってきてたけと思うんですけどね。ああこいつは分かってくれそうだと。分かってくれそうだから、だからこの友達の方には直接来ないですけど、周りを使って「ヘイ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 」ってやってるだけと思うんですよ。でも悲しいよね。悲しいというかさ、なんか気づいてほしいって気持ちってかなり寂しいですよね。うん、まあ、湖の何かでね。ああ、まあそうか。これ最初に睨んできた女性引かれてますからね、多分ね。ああ、その涙が止まらなかったね。めっちゃ怖いとあけん。たくさんされてるっていうところで。以上でございます。はい、ありがとうございました。七不思議の裏不思議。七裏合わせるというパターンが追加されましたね。バリエーションとして、そうですね。もう結構七裏も多く取りましたね。取りましたよ。だってもう200だ、番号振ってあるもんね。あ、そうですね。270ぐらい。ああ、すごい。いってるようですよね。だから、はい、ざっとね、はい、1回の七裏で5本ぐらい話しとるわけだから、もう1000話ぐらい喋ってる。ああ、喋ってるよね。かけるするとね。単純に。単純にね。1000話ってえぐいよ。ね、まあ250だとしても単純にね、5だとしたら255525、1250話か。これはすごいね。すごいですね。あ、出たノブさんだ。モノマネしてなかったな今の。そして回してるなかったことに今気づいたな。な、1分ぐらいね、1分。そう、時計を、ね、こっちは回ってますからね。最近ですね。はいはい。ちょっともうコンビニ飯が飽きまして。あ、もう飽きちゃった？もう飽きたんですよ。なるほど。なんか。パターン化されるじゃない。どこによく行きます？セブンかな。お家が近いから。セブンとファミマ。ああ、車なんで帰り。ああ、まあ、どこでも寄れるっちゃ寄れるわね。どこでも寄れるんですよ、うん、だからファミレスとかも寄れるんです、空いてたら、うんうん、でも僕が言ってるように、はい、マリオカートなんですよ。マリオカートとは止まれないんですよ。なるほど。マリオカートは止まるって概念がほとんどないですからね。ね、走り続けなきゃいけないから、ね、で横にね、それってこうね、入ろうもんならコンビニに、はい、ジュゲムにね、こう釣られてね、わん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 、戻される、こっちじゃないよこっちじゃないよみたいなやるけどさ、コースアウトの時とかね。はい、はい、だからもう家のね、はいはい、近所のコンビニじゃないといけないんですけど、僕も同じくね、最近やっぱね、駅降りてですね、はい、ファミマが一番近いんですよ、うん、でやっぱり行くんですけど、うん、ちょっとファミリーマート飽きてきましたね。飽きてきました。飽きてきました。あとそのコンビニによって品揃えって変わるじゃない。もちろん変わります。ね。やっぱ多く選びたいからね。いや、そうなの。レンジは広く取りたいんですよ。こっちは。で、我々が買える時間って、はい、夜中に入ってくる瓶の手前じゃない。そうなんです。ないんです。まあ、これはね、僕もこんなに長くやってたか分かりますけど、いわゆる夜の納品のちょい前なんてスカスカですから、ね、で、結構もう期限も近いから実は。まあ、そこはまあいいけど、そこはしょうがないからいいんだけど。なんか美味しかったやつあります？最近はね、うん、あ、これ美味しかったなと思ったのがセブンのね、肉あんかけチャーハン美味しかったんですよ、うん、あー美味しそう。食べたことないまだ。肉あんかけチャーハンめっちゃ美味しかったのに、マジで昨日行ったらないんですよ。肉あんかけチャーハンの口だったわけです。肉あんかけチャーハンを絶対にね、2個置いてやったんですよ。あ、そうなの。誰も買わない。あ、俺もう常に2個あんの、うん、同じ時間で見かけてたんですよ。なるほどね。ないんですよ。俺の肉あんかけちゃう。お前のではないよ。人のでは全体のやつだから、それはね。即食でね、電子レンジでチンするご飯あるじゃないですか。あります、あります。俺、あれ匂いダメなんですよ。あ、まあ、ふわってくるからね、かなりね。臭いじゃない。うん。なんか納豆に近い匂いがしちゃうんですよ。ああ、まあでもね、なんか癖はあるよ、温めたご飯の匂いというのはね。だからもうね、かといって白米もね売ってないんでね、あ、
ご飯もんを食べたい時はね、まあしょうがないね、来たいじゃないですか、来たいですよそれは、ね、でも肉あんかけちゃん返すよ泣いちゃった今日あるといいね、今日帰りあるといいね今日ね読め階段まずは、はい、銀河マンです。おお銀河マン飛ばします。飛ばしちゃったーい飛ばさないでよ銀河マンを大分県で来てくれてるんですか、ライブもありがとうございます銀河マン、はい、ね、私は北九州にある大学が通っていました。ほう。休みには毎回実家のある大分へ帰省してました、うん、はいはいはい、2年生の夏休みの終わりに実家から北九州のアパートへバイクで帰る道中、うん、渋滞の中でバイク専用車線を走ってトラックの脇を通り過ぎた時に初めてトラックが交差点の手前で止まっていることに気がついて、大きなトラックだったので信号などの交差点要素が全く見えてなかったんです。ああなるほど。まずいって思った瞬間に目の前交差点右折してくる軽トラがズーッとね、でブレーキかけるも間に合わない軽トラと正面衝突。うわ。その瞬間からのことは、うん、今でも昨日のことのように映像が脳に刻まれていつでも再生できます。はっきり覚えてるんだ。軽トラが見えた、うん、その瞬間から完全に音が消えたんです。ほう。そして映像がコマ送りになりました、うん、軽トラを運転してるおじさんの口がアングリと開いて、はい、目を見開いた表情が見えます、うん、そして右肩と下腹部に強い衝撃が、うん、自分のバイクのタンクが見えて青空が見えて、うん、アスファルトの地面が見えて、うん、また青空が見えて、うん、また地面が見えて、すごい。次に青空が見えた瞬間に背中に大きな衝撃を受けました。体の回転が止まった時に自分は割と冷静で、うん、ああやっちゃったと、うん、ですぐに立ち上がって自分のバイクはどこにあるか確認のため周りを見渡しました。なんかちょっと大丈夫なんだ、すげえな。そしたらね、うん、こう数人の歩行者がめっちゃ驚いてるんですって。うん、で あいつ大丈夫かみたいなこと、うん、でその歩行者たちの隙間から、うん、タンクより前が完全にもう潰れてある自分のバイクが見えて、うわ。で自分が15メーター吹き飛ばされていることに気づいたんです。やば。約ね、すごい。目撃した人は吹っ飛ばされて地面に叩きつけられたのがね、見てるから、あ、もう完全にアウトやと、銀河マン死んだと、銀河マンは死んだと、銀河マンは死にました。なんで死ん、いや、はっきり言うねだからすぐにすくっと起き上がった私を見て驚いたんです。すげえなあいつみたいなことだね。でもう大きな事故だったんですけども、うん、軽トラにぶつけた右肩の軽い打撲と、うん、こうお腹のとこのね打撲だけで湿布で済んだんです、すごー。医者もびっくり。おで、なんで軽傷で済んだのか。いや本当だよね。ね、帰省する途中やったから、うん、リュック背負ってたんですよ。なるほど。で衣類をね、うん、着替えで、うん、パンパンに詰めたんです。はいはいはい。でこれもう完全に運、もうまっすぐそのリュックから落ちてるから、うん、あ、運がいいねこれ。クッション代わりで、助かった。これもね、ちょっとでも歪んでて、うん、首からいったらもう終わりですし、あ、無理だね無理だね絶対ね。でもう足腰その辺からいったら骨折してるんですよ、うん、もう背中からもうリュック、もうリュックから落ちたってことか。だから、うわ、大丈夫です。でこの時に何かに守られたんだと実感しました、うん、 そして人はちょっとのタイミングのズレで簡単に死ぬんだなと思いました。あ、まあ確かにね。今でも事故の後遺症で玉筋が痙攣したり、うん、寒い日は稀に筋玉が取れて落ちるんじゃないかというほど、袋の根元が痛くなることはありますが、はい、それ以外に、体に事故の影響はなく変態としての人生を謳歌しています。まだ影響残ってます。残ってるんですよ。残ってます。そう、変態になったのは多分その影響かもしれないじゃないですか。もうその前銀河もまともだったかもしれないよ。油断したでしょ。普通にちゃんとした話を送っていいと思ったでしょ、うん、そんな分だったと思わなかった。だから俺最初に飛ばしますって言った。あ、なるほどなるほどね、あ、面白い。目でねちょっと分折った時に玉筋だけ見えた。あ、なるほど。飛ばそうと思う。でもすごいね。すごいすごい、俺はすごいです。ある、あ、でもノブは離岩流があるか。離岩流、死にかけでしょ。離岩流がね、離岩流抜け出した、抜け出した、分かんない。バーって来るでしょ、バーって来たら、来たらちょっと横に行って。これラジオだから、これ映像ねえから、それ横に飛ぶやつだよ。やった映像ないと伝わらない。映像ないんですよ。横に大ジャンプするんですよね。九死に一生ね。そこなんだろうな。でもないか。
あでもやっぱり曲がり角で、うん、危ないちょっと道が一個あるんですよ、はい、家の近くでね、はい、で昔とかチャリンコで普通に高校生の頃とかなんていうのかな、もうねがなんカーブミラーさんなんていうのあそこの、え交差点の交差点っていうかさ、T、ここがね、はい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 、あの俺こっちから行くの、はい、自転車でね、 T のね、で T でね、はいはい、でこっちにいつもこっち行きたいの、はい、右折ね、そうでここのところでさ、なんか普通かなんかミラーありますか、あるじゃん、はいはいはい、そこってないんですよ、あだからいつもなんでここないんだろうなって思ってたんだけど、うん、その時ね、まあ、なんかちょっと中悩み事とか考えながらチャリ乗ってたみたいで、うん、結構勢いよく自転車乗って減速せずに行ったら、こっちからかなりの勢いの車がブーって来て、うわーってなった時に、あ、今俺住んでて助かったけど、もしガンってなったら死んでたね、ねえ。いいね、誰と喋って怖いって。怖いって。って思ったのを覚えてる。あれが多分言ってよ、なんであれとこつけないの？いやいや、多分それつけないといけない場所です。言えばつけてくれるのかな、世田谷区。うん。じゃない、みんな困ってると思うの、あそこ。いや、ないとダメですよ、だって車あるから、ね、20何年間もついてないですよ、思い始めてから。まあ俺も行ってないけど、区にちょっと言いたいね。そうですね、もう危ない、ちょっとテンション上がっちゃった。じゃあ続きまして、はいはい、テチテチさんです。テチテチさん、前回も学校のお話いただいてきました。そうなんです、また学校の話です。今度は S 区に勤めていた話です、ね、なるほど。その頃私は健康を考えてちょっともう夜遅くまで仕事するのやめて、代わりに朝早く出勤して、それがいいね、教室で仕事をしてました。それがいいよ。だから朝7時にはもう教室にいるんです。早いな。で、ある時から自分の教室の手前にある教室の真ん中あたりに女の子が座っているような気がしてきました。朝なのであたりはもう明るい、見ようと思えば見て確認すればいいんですけども、うん、なんとなく見たくないというか、いやそれはね、見えないんです、うん、でもこう目の端っこに女の子らしき影を見つける日、ああ怖でね、その教室を通り過ぎて自分の教室に行くんですけどね、うん、はいはいはい、まあまあある日こう教員同士のとある飲み会の時に、うん、そのクラス実際は2年2組を担当する教員が毎年健康上の理由で1年と持たずに交代するという噂話が、そうなんだ。私は毎日見ていた女の子の影を思い出して軽く、お化けいるからかな、なんか毎日私影みたいなのを座ってるの見るんだけど、それ女の子っぽいんだよみたいなこと言ったんです、はい、でお酒も入ったので、うん、みんなね、いやちょっと怖いこと言わないでよみたいな笑い話で終わったんです。で数日経ったある日の放課後、うん、急に副校長が、うん、私を呼び止めました。副校長、ちょっと聞きたいことあるんだけど、お副校長は毎日不登校気味で教室に入れない男児と一緒に、学校中を探検と称して時間の許す限り付き添っていました、うん、優しいね。でその男児に副校長が、うん、なんで教室嫌なんだいって聞いたんですって、はい、そしたら女の子のお化けがいるから嫌なんだよって言ってたんです。うわ見えてんじゃね、すげえな。その男児はあの教室に在籍していました。ああなるほど。飲み会にいなかった副校長は私の発言を他の先生から聞いて、うん、その男児が言っていたことをこう思い出したから、うん、それ確認しに来た、うん、たまたまかもしれないですけども、なんかゾクッとした体験です。いるんですよ。もテチテチさんものすごく見てるね、行く学校行く学校でテチテチ、うん、すごいね。エスクエスク、そっか。じゃあその不登校気味っていうか学校の教室に入れない子は幽霊いるから、お化けいるから嫌だって言ってるってことだよね、うん、でもそれ親に言ってもね、いやそれはもういやさいって言われるんです。ノブが親父だったらどうする？俺が親父で、親父で息子か娘が年頃になってね、年頃ってなんだよ、その学校行く子そうになってね、そう、いや教室にパパお化けがいるから私学校行きたくないみたいな、なるほど、言うと、はい、言われたら、うん、どうしよう行きたくないよって、まず黒子ちゃん呼びます。あー出た、頼りになるな黒子ちゃんに相談して、おうおう、ちょっとそのこういう状況はどういう何幽霊タイプとか考える、聞いて、で、ね、アッキーさんにも連絡取ります。すごいな、いろんな人がいるじゃないですか。アッキーさんにちょっとまさかどこにこう話通してもらってまさかどこを多分、いやそんなことは知らないですよ
で、物産に連絡して、あ、物産は大丈夫だね。で、物産にこういろいろ見てもらって、はいはいはい、で最後とどめにヤース呼んできて、いやいやいや、もうすげえ霊能者いっぱいいるなおい周りいっぱいいるなおい、払えるよそれだったら、なんかわかんないけど、もう黒子さんの知識と全部使って、そう、知識とできることとかね、そうそう、他との更新することとかね、そう、もう全部使えますね。払えそう、なんとかなりそうな気がする、ね、なんとかなりそうでしょ、うん。じゃあ続きまして、はい、ガンちゃん幸坊さん、ありがとうございます。私の知人 Y さん、女性、60代半ばの話です、うん、はい、Y さんは重度のうつ病を患っていて、で、生活保護を受けているんですけども、うん、私のことを自分の娘のように可愛がってくださって、はい、いつもよくしていただいていたと。なるほど。で、一時よく Y さんのアパートに遊びに行ったんですけども、うん、行くたびに嫌な匂いがすると。うん、でその匂いの元がガラスケースに入った珍しい鳥の剥製からだと分かったんです。でも見た目からして、うんうん、ちょっと気持ち悪い剥製でね、で Y さんにこれ早く処分した方がいいんじゃないですかみたいなね、言うんだけど、うん、聞き入れてくれないと、はいはいはい、そんなある時に Y さんの家遊び行くと、うん、いつもより匂いきついと、うん、でまた剥製かと思いながら、うん、視線を剥製の方へ向けたら、うん、黒い、これなんて言うんですか、留め袖、あ、留め袖だね、留め袖の、うん、白髪、うん、白髪ボサボサ頭の老婆がお Y さんと私の方へ向け、うん、土下座していました。土下座で Y さんにね、そこに留め袖のババアがいるから怖いよって言ったんです。あ、でも Y さん見えない。あ、なるほど。何言ってんだと、まあまあまあ、取り合ってくれないんです。したらその老婆がゆっくり顔を上げてきて、ニヤーって笑った瞬間、いや怖っね、こうニヤーって笑ったその顔と目がバッタッと切ったんですって。でうわーってなって部屋からもう飛び出して逃げたんです。でね、まだ別の日にもう Y さんにこうごめんなさいってあの時で逃げた理由はこうなんです。ああ、そうだね。でそれを伝えてからちょっと疎遠になってね、で私も着去とかね、こうブロックしたりね、ちょっとして、ちょっとまあ疎遠になっちゃったんですって。どうしてもね。しかしこの Y さん、生き量を私に飛ばしてきてるんです。あら、いつも耳元で、うん、なんで電話に出てくれないのってずっと言うんです、ね、で基本無視してるんですけども、うん、たまにね、近いな、あ、近すぎる、いや気持ち悪いなこんなそばで、ソーシャルディスタンスってね、最低限のマナーっつってね、こう威嚇してるんですって。なるほどね、来るからね。で共通の知人から聞いた話では、Y さん今ちょっと入院でね、してで手術して退院したと思ったらすぐまた入院したりして、あ、体調があんまりいいだね、繰り返してるんですって。あ、で現在進行形でその Y さんからも連絡があるのでちょっと怖いんですよ、うん、なるほどね。話なんですけども、なんか最初鳥の剥製がなんか ね、まあ、鳥の剥製も多分あんまり良くなさそうなものですね。なさそうですね。でそれとともに現れたババア、でババアの匂いじゃない、飼料の匂いじゃない。ああなるほど、きつい匂いな。でもなんで最初土下座してたんだろうね。土下座からも顔上げてニヤでしょ、はい、そのギャップが気持ち悪いね。土下座なんかな、ただしなだれてただけなのかな。で、えーみたいな感じじゃないですか。めっちゃ気持ち悪いけどね。めちゃくちゃ怖いでしょ。だって止め袖って着物みたいなことですよね、うん、確か止め袖しっかりとした、だって服装、まあでも髪の毛がバサバサで白髪頭ですだよね。でボッサボサ、ほわ。でもね、みんながこう思い浮かぶヤマンバの、うん、ああそうだ ね、イメージでしょ。ザ幽霊、ザ亡霊みたいな、めっちゃ怖い、気持ち悪い、気持ち悪いですね。ね、続きまして、はいはい、ロンホンさんの体験談です。ロンホンさん、はい、はい、私の母方のおばあちゃんが生前語ってくれた話なんですけども、うん、雪深い山への生まれ育ちだったんですね、おばあちゃんがね、うん、でこの地方の冬っていうのはもうめちゃくちゃ辛いと、うん、だ早く春が来いって言ってね、はいはい、で毎年春になると軒下にねツバメが巣作ってるんですよ。あ、いいね。で卵からかえったヒナがピー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 鳴いとる、かわいい。それを見て、あ、春だねっつって、あ、いいね、季節感があるね。そんなある年の春です、うん、例年通り親ツバメが軒下に巣を作ってたんですけども、うんうん、いつもと違うのは待てど暮らせどヒナの姿がないんです、うん、でみんなでおかしいなっつってね、で数日後祖母の母、つまり曽祖母がいつものように、うん、巣の様子を見て、うん、あ、やっぱりヒナがいない、今年はおかしいなと思いながら、うん、こうふと視線を自分の足元の方にやると、うん、立っている場所から
から1メートルも離れていないところに、うん、ヘビがトグロを巻いて鎮座していました。あー、なるほど。おそらくこのヘビがヒナあるいは卵を全て食べしましたのでしょう。こんなことは初めてのこと、うん、何か不吉なことが起こると直感した祖母は、うん、その日の夜に家族全員にその話をして、うん、みんなちょっと気を引き締めようと、あ、気をつけるようにということで、なんかあるかもよみたいな、うん、忠告したんですね。はいはい。3ヶ月後、祖母の姉の訃報が届きました。あら、祖母の姉は一人でトン隣県にある軍事関連の工場で働いてたんですけども、うん、空襲でね、亡くなられたんです。そうなんですか。まだ18歳。この一件でトラウマになってしまったのか、それ以来、祖母は軒下にツバメが巣を作っている様子を嫌がるようになってしまいました。あ、なるほど。そして本日、上記の話の続きとなるような事態が起きてしまいました。お、毎年1年に1度私は家族全員で豊川稲荷へ赴き祈祷を受けています。はい。ほぼ恒例行事のような形で今年は6月4日、うん、お話を投稿した翌日に赴きました。はい。到着したのは朝7時頃、うん、予定より早かったんですと、うん、で祈祷開始まで、1時間ほど時間があったんで、うん、境内を、ね、散策しようって、はいはい。で、この境内には、うん、狐塚と呼ばれる狐の石像が1000体以上ひしめき合う場所があります。まあ、お稲荷様ですかもね。で画像でしかこう見たことなかったね、はいはい、気になって、ね、気になってたんだけど一回も行ったことがなかった、うん、だから時間もあるのでせっかくから行ってみよう、うん、いいじゃないですか。で歩みを進めるとその道の途中でとある看板を見つけました。うん。そこには豊川海軍港、なんて読むんですか、めちゃくちゃ難しいですね。なんて書いてる。豊川海軍豊川海軍工廟かな、わかんないけど戦没みたいな、ねね、意味合いのね、うん、だから戦没者の供養塔がね、はいはい、こう書かれてるんですって、でその下には行き先を示す矢印が書かれ てあそこにあるよみたいな。で紛れもなく豊川空襲で犠牲になられた方々の供養塔だったんです。はーはーはー。その存在を全く知らなかった私はもちろん、母親ですらも、うん、こんなところにあったっけ忘れたと驚きながらみんなでその矢印通りに行ってみると、うん、はい、境内の裏側にあたるその場所に供養塔が立っていました。うん。今まで生きてきた話には聞いていたものの、うん、祖母の姉にあたる方、あー、なるほど、この豊川空襲 で、ね、亡くなってるんですね。だからこうね、直々にこう手合わせる機会はなかったと。供養塔に刻まれたその方の名前を見つけ手を触れて初めましてご挨拶がこんなに遅れてしまい申し訳ございませんと、ね、こう手を合わせてクヨと後にしたんですって、うん、その後狐塚にも行ったんですけども、うん、前日にモーモーさんにあの階段を投稿したこと、はい、1時間ほど早く到着したこと、うん、なぜか今回狐塚に行きたいなと思ったこと、うん、もしかしたら祖母の姉においこっちこっちと誘導されていたのかもしれませんということです、ね。なるほど。すごいね、偶然みたいな出来事だけど続いてると ねやっぱ呼ばれてるなっていう感じしますけどね。亡くなられたね、お姉さんか、まあ、そのご先祖にあたるような方っていうのが、まあでもね、蛇がヒナ食べたりっていうのはね、もう食物連鎖でね、まあね、まあでもね、いつもね、そういうふうに元気に育ってたものがなんか今年はそういうふうになってしまうと、まあね、特に昔の人だと考えるだろうね、うん、今年はなんかあれだからと気を引き締めなさいみたいなね。ここで蛇に手出さんでよかったね。あそこでなんかこう投げつけたりとか ね、それはそれで恐ろしいからね。そのパターンの話って結構聞くきますよね。聞く、うん、何かを蛇が何かを食べちゃったからその蛇を打ちのめしてしまったらなんかこう何代かたたられるような形になったとかもね、結構あるんでね、気をつけてくださいな、ということで以上でございます。すごい話でした。ありがとうございました。